どうも、チアです。はい、ということで本日はですね NCT127 のフォースアルバム2 Bodies をジャニオタが聞いてみた感想をつらつらとお話ししていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、最近はね結構 NCT 言いまくって、まあ、なかなかねこう本業であるジャニーズの話ができていないみたいな感じのチャンネルに、なっている僕ですが、こちら、2 Bodies っていうね NCT127 の最新のアルバムを、まあ、リリースから約1ヶ月間ぐらいしっかり、マジでしっかり聞いたので、まあ、このアルバムの感想というところを、ちょっとお話ししていきたいなと思います。まあ本当にあの初めてのこう NCT127 の、アルバム、しかも新しい新作、出ました、聞いてくださいみたいなところでかなり僕的にもすごいプレッシャーはあったんですよね。まあそんなにこう知ってるわけでもないし、まあ過去のこうねその文脈のところまでも把握した上で聞くっていうところとのちょっとこうポジションとは全く違うので、なんかこうね僕も最後まで聞けるかなとか、なんかこのアルバムをこうしっかり聞き切るというところ自体からの不安を抱えてのスタートだったんですけど、まあ結果から言うとすごいめちゃくちゃ楽しめました。なんかすごい面白かったし、あ、こうなんだっていうところのこう発見、まあこう日頃聴いているジャニーズのアルバムとの違い、なんかそこがめちゃめちゃ僕の中ではもう何個か出てきたので、そこを今回ちょっと皆さんにお話しするみたいな感じの、感想動画にできたらなと思います。でまあプラスですね、まあ僕もこのあんまりまだね知識のところも浅いので、まあその上でのこう感想をちょっとまあ雑に投げる部分もあるかと思います。まあなのでそこはねこう視聴者の皆さんに、まあ今までの感じと同じようにちょっと補足というか、まあ、補填していただいて、まあ、僕もねそのコメントを見て、あ、なるほどねみたいな感じでさらにこう知識をこう深めていくみたいな、なんかそういった感じのこう関係性で、まあ、今日の動画やっていけたらなとは思うので、まあよかったらちょっとねつたない感じの話になると思うんですけど、最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。さあ、ということで画角変わりまして NCT127 フォースアルバムの2 Bodies についてお話ししていきたいなと思います。まあちょっとねまず僕の感想を話す前に、この2 Bodies ってアルバムって何なんじゃいっていうところをちょっとおさらいしたいなと思います。まあこちらちょっと Apple Music にあるライナーノーツを引用する形でちょっとお話しさせていただきたいなと思うんですが、こちら2 Bodies は2018年に Apple Music の AppNext に選出された NCT127 による4枚目のフルアルバム2 Bodies がリリースされ、アルバムタイトルと同名のリードシングル 2 Bodies、この間ね見たミュージックビデオですけど、成功に向けて自信を持って、突き進むかな、という彼らのポジティブな思考を表現した歌詞とキャッチーな、シンセサウンドにエネルギッシュなボーカルが織りなすヒップホップトラックだ、様々なジャンルの全12曲で構成された本アルバムは、待ち望んだ世界中のファンを虜にするだろう、NCT127 のさらなる、飛躍を後押ししているアルバムとのことです。まあなんか本当にすごい方々がまあこう参加しているアルバムで、まあこうね NCT127 っていうこの少しちょっと大人になった彼らのまあさらなる飛躍というところのまあステップの一つ、これが 2 Bodies という4枚目のアルバムになっているという感じです。でまあこのねアルバムをまあ聞いてみての感想なんですけど、あのまず本当にあの冒頭にも言いましたが、めちゃくちゃ僕最初この聴き切るところ、まあちゃんと1曲目からこの最後の曲まで聴けんのかな俺っていうところがすごくあったんですよ。まあというのも、その僕自身ね、この僕の今までのこう経験上、韓国のその K-POP のグループのフルアルバムっていうところをもう一から最後まで聞いた経験がないんですよ。まあほんと過去振り返っても、少女時代からビッグバンとかもそこら辺まで遡っても、機会もないんですよ。まあ、だからすごくチャレンジングな、ことだったし、なんかこう NCT127 っていうところで僕は何フックで入ったかというと中本裕太くんだけなんですよ。もうほんとそれだけ、もうそこだけで入ってるから、大丈夫かなとかね、そういう風に思ってた部分はあったんですけど、もう聞き出したらもう次の曲早く聞きたいとか、もうこの気持ちいいメロディーずっと続いてくれみたいな感じになっていたっていう感じです。まあ、なのでほんと最初こそなんか結構ハードル高めに自分で勝手に設定してたんですけど、もう聞き出したらもうどんどんこう聞けちゃう感じだったので、まあ、本当にこの1ヶ月間っていうところでもう本当に10何回以上は多分このアルバムっていうところはもうずっとこう回して聞いてるところもあるし、まあ、あとこう1曲単位、まあ、この曲聞きたいなとか、なんかこうね例えばテイスティーだけ聞きたいなとか思ったら、まあ、それだけをこう聞いてなんかこうノリノリになるみたいなところもあったので、まあ、本当に僕的には結構満足度の高いアルバムだったんじゃないかなっていうところはあります。でね、まあ、その中でちょっとこうジャニーズの、アルバムと違うなっていう風に思ったポイントのところも少しお話しさせていただきたいなと思います。で、まあ、これね本当決定
定的な違いだなっていう風に思いつつも、意外とこうね、見てる K-POP のファンの皆さん的にはいや当たり前だろうっていう話かもしれないんですけど、例えば過去に、シングルで出てたものがアルバムに入っているっていうわけじゃないですねこれこれ結構僕の中では衝撃で、まあなんか例えばじゃあジャニーズのアルバムだったら、この期間からこの期間までに出ていたシングル、まあ例えば3枚とアルバムリード曲プラスアルバムの初出しのオリジナル曲6曲パックにしてアルバムみたいな感じで出していくじゃないですか。だけどこの NCT のアルバムっていうのは、今回の表題曲 Two Bodies 以外はもうほんと全部初出しなんですよね。多分なんかほんと過去のところ見ても全然シングルカットされてなくて、コンセプトっていうのをバチッて決めて、もうバーンって出して、はい4枚目のアルバムですっていう感じで出してるイメージなんだっていう。だからジャニーズとその K-POP とでもう全くこうアルバムの作り方で、しかもこの世界観の固め方っていうところがもう全く違うんだっていうところがすごく僕は衝撃的だったんですよ。まあだからこそっていうところもあるんですが、まあ、やっぱりすごくこうアルバムのこう一貫性であったりとか、こうコンセプトのこうブレっていうところがもうほんと7曲目でこうずれるとか、そういうのが全くなくて、ね、ジャニーズはジャニーズで、こうね、その期間に発売したものを、アルバムになったら、一つの、例えばじゃあ、王子様とかのそういうコンセプトを決めたら、そこにこう、うまく入るように、ちゃんとこう、継ぎはぎしていくっていうところが、まあ、ジャニーズアルバムもすごいところではあるんですけど、まあ、なんかやっぱり K-POP は K-POP で、もう本当にこう、アルバムってなったら、じゃあ、その、座組を一つバーンって作って、で、リード曲バーンって作って、じゃあ、それに合う、じゃあ、ね、カップリングというか、そのアルバム曲ってどんなんだっていうのを、バーって作っても、一枚のこう、しっかりとしたものを強固なものを作るっていうところがすごいなというか、労力と時間と、それだけのスタミナとしっかり考え抜かれたものと、すごく僕はそこは衝撃的で感動した部分でした。まあなんでその実際のこう曲目っていうところを見ても、本当これ語弊があるかもしれないですけど、 Two Bodies 以外の曲っていうところでそんなこう強いこう曲っていうのがあんまりないのかなっていうふうに思ったんですよね。まあなんか本当あくまでリード曲、このアルバムの主軸というのは Two Bodies なんですよっていう、この2バディーズがあって他のその3曲目以降のところがピザーってあるんですよっていうところのこう立ち位置っていうのがすごいこうはっきりしてるというか、まあだから本当言ってしまえば3曲目以降のところのね、10まで、3から10のところはもうほぼほぼここまでで1曲ぐらいに行ってもいいかなというか、一つの物語の3話4話7話何話みたいな感じになってる途中段階で、最後の11、12でちょっとこうアルバムとしての遊びの部分を入れてますよみたいな感じなのかなっていうか、ちょっとうまく言語化っていうところができてないんですけど、本当にあくまで2バディーズが主軸です。それ以外のところはこうサポート的な役割で、この2バディーズっていう世界観を、補完するところでの、曲ですよ。最後に、LOL と127っていうね、このすげえめっちゃハッピーな曲が、11、12に続いてこのアルバムが終わります。もう一回1曲目に戻ると2バディーズっていうすごいバキバキなところになりますよみたいな、なんかこう組み立て方が違うっていうところが、めちゃくちゃ面白いなっていうふうに思いました。でまあ次に僕がねこのアルバムを聴いて好きだなーっていうふうに思った曲のところなんですけど、まあさっきも言ったように3曲目から、10曲目のところはまあ本当に起承転結ありながらも、ここで僕はワンセットだなっていう印象を受けていて、まあ3から10のねこのタイムラプスから、このビタミンかな、このダレビンミーダレビンミーのところまではまあかなりこうメローな感じで、ちょっとテイスティーでエッジ効くけど、トゥーバディーズよりは前に出すぎないみたいな曲が結構続いてる印象があって、僕的には結構すごくそこがなんかこう聞きやすい要素の一つでもあったと思うし、あんまりここの曲もあんまり出すぎんな、あれこの曲もあんまり出てこんなみたいな、だからこうさーって聞いてけて、 NCT127 総括してみた時にどうだろう、あめっちゃいいやんみたいな感じに思ったっていう感じですね。で、それぞれのとこで言うと、前回の動画でも言ったと思うんですけど、デザイナーっていう曲、この曲すごい好きです。あとプレイバックも好き、テイスティも好きで、11曲目のこの LOL ね、これいいねこれかなり好きっす。で、その次のこの127っていうのかな、このサブタイトルとしてタイムストップスっていうのがついてるこの曲なんですけど、これもね、なんかこう、もうこの物語おしまいですっていう、もう本当にエンドロール、エンディングみたいな感じがあって、なんかね、毎回ね、これ43分なんですけど、これ前編でね、聞くと、これ最初からこう、トゥーバディーズでブンブンとかやってこう、パーってきて、あ、もう終わりだみたいな。
なんかね、その感覚にさせられるんですよ、この曲。言語もわかんないし、何のどういう歌詞なのかっていうところもそんなに解釈して咀嚼してるわけでもないんだけど、なんかこう聞いていると、メロディーの感じがあの頃を思い出させるっていう、なんかね、不思議なもんだなっていうふうに思いましたね。さあ、ということで、そんな感じで、まあ、今回の僕の NCT127 の、フォースアルバム2 Bodies を、聞いた感想っていうところをちょっとここまでつらつらお話しさせていただいたんですけど、まあ、正直ね、こんなもんなんすよ。ね、こっから例えば、じゃあ、韓国語が分かっていて、で、かつメンバーの背景が分かってってなると、じゃあ歌詞考察とかもできると思うし、まあ、その楽曲提供していただいた方との、この NCT っていうグループとのこう関係性、で、そしてその中からどういう曲で、でどういう表現をしていてみたいなところまで行くと、多分もっと面白くなると思うんですけど、正直今のこの僕のミーハーでライトな段階だと、まあ、ここが限界かなというか、まあ、そっから先のところは、これから僕が、しっかりやっていかなければいけないポイントなのかなっていうふうには思っています。まあ、だから正直ね、あんまり今回のこの動画っていうところでこのアルバムの魅力的な部分のところまで深掘れたかというと、そういうわけではないので、まあ、なかなかね、こうファンの皆さん的には面白くなかったものになってしまったかもしれないんですけど、まあ僕のこのね、動画を一貫してちゃんと全部見てくれてる方からすると、あ、ちな、今ようやくここまで来たのねっていう感じに思っていただけた部分はあるんじゃないかなと思うので、まあなんかそこのところでちょっと今回は勘弁していただけると嬉しいです。まあ、とはいえ、今ね、僕は、このフォースアルバムはしっかり聴き切った状態ではあるんですけど、その過去作品のところに関しては、ちょっと中途半端にね、曲を知っちゃってる状態なんですよ。例えば、スーパーヒューマンとか、スティッカーとかね。なんかその、最初プレイリストでガッて聴いちゃってるので、それぞれのところをしっかり聴けてないんですよ。まあ、ここもね、ちょっと、ゆっくりね、全部、一枚一枚、その EP なのか、ちょっとミニアルバムなのかわかんないけど、まあ、そういった単位でしっかりとこうやって聴いていって、あ、こういう曲があるのね、みたいなところの理解もちょっと深めていけたらなとは思うので、まあなんかそこはちょっとまた動画で皆さんにアウトプットできたらなと思うので、まあそこはちょっと、はい、また楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さあ、ということで、アルバムの、感想を話すところは終わったんですが、まあ、最後にちょっとおまけというか、まあ、おまけっていうのもかなり失礼な話なんですけど、トゥーバディーズの、MV のビハインド動画といいますか、コメンタリーフィルムが、YouTube にアップされていて、まあ、それもちょっとぜひ見てくださいとのことだったので、まあ、最後にこれをちょっと軽く、まあ、トークでもしながら見ようかなと思います。まあ、なんで本当に今から結構フラットな感じでリラックスしながらちょっとお話ししたいなと思うので、まあ、よかったら一緒に見てる感じで、うん、まあ、本当にこんな感じで僕はいつも見てますよっていうところを見ていただけたらなと思います。はい、それではいきます。いや、これ本当ね、すごいよね。まあ僕がこうね、ミュージックビデオを見て、これってどっからどこまでがマジなのみたいな、その CG、 あ、ゆうたくんかっけー、どこまで本当なのみたいなったけど、結構本当なんだよね。ちゃんとセット組んでやってるんだよ。うわー、顔の作り方がすごいし、けえなあ。それらを見るとフックが繰り返されるんですけど、そこにユニークなメロディーや振り付けが入るんです。なるほどね。ところで、今回の2 Bodies にも途中こうしてこうするパートがあって、簡単、ああ確かにね、確かに歌もすごく、ああ確かに、はあ、まずマークのように確かにね、全体的なこのコンセプト、そしてこの曲構成、ヘアメイク、話す花ほう、うわすげえな、この車のセット、あーもう初日とかの感覚なんだ、もう一日で撮り切るとかじゃないんだね、世界観が。確かにね、あ同じこと言ってるじゃん、うわ可愛い何今の笑顔、うん、確かに、うわ好き、
ていうかこんなん、なんだろう、1秒として使われてないシーンとかも多くあるわけで、なんかそれをこう、ね、全部見せてくれよって感じだよね。全部のやってるものに対してのリスペクトっていうのがすごいよね。なんかこれすごい語りがいがある部分だと思うんですけど、韓国とかそういう K-POP ってなんかそういうカルチャー的にまだこう新しいじゃないですか。なんかこういうのが K-POP だよねって言われるようになったのが、まあここ数十年の話だと思うんですけど、なんかだからこそなのかな、なんかこう我々はまだこう挑戦者なんですよっていうところがまず根底に一個あるのと同時に、プラスでやっぱなんだろう、その今までの作り上げてきた文化ものに対してのこうなんていうんだろうな、お借りしますみたいな、お借りして僕たちの表現させてもらいますみたいな姿勢がすごいあるなっていうふうに思います。まあなんか日本がないわけではないと思うんですけど、日本ってどちらかというとそれを作ってきた立場だと思うんですね。なんかそれを K-POP ないしこの NCT っていうグループ単位で見ると、その今までのあるものを消化して新しいものを作っている。だからこの僕も動画とかでもよく言ってるけど、日本のそういう2000年代初頭もう2000年ぐらいのそういう原宿のストリートカルチャーっていうものを取り入れてやってる NCT、なんかいいよね。なんかこうなんだろう、ただアイドルやってない、ただこうなんていうの、そういう流行ったものをこうやってるわけじゃないっていうところがなんかすごく好感が持てるし、なんかそこのこうリスペクトがあってやってるものを受け取る我々もしっかりと、リスペクトを持ってすごいものを見せていただいてるんだなっていう感覚で、やる必要、受け取っていく必要がありますよね。顔切れすぎる、かわいすぎる。うわすげえ、めっちゃ振動してる。いや、なんかこれ以外のところは CG とかで合わせてんだ、 VFX とかで。うわあ、そういうことだったのね、映してたんだ。はあ、うわすげえ。2ベース1ポーシュ。はあ、確かに、かなり中毒性あるよね。だからその2 Bodies っていう曲はそのなんだろう、分かりやすく万人受けはしない前提で作ってるのが強いよね。なんかもうこれが俺たちなんですっていう、あ、バドミントンしてるわ。めちゃめちゃ遊んどるやん。お見合いしたな今。いいよね、こう2 Bodies ってそんななんか、じゃあ BTS とかバターダイナマイトみたいな、なんかもうそういうことじゃないんですよっていう。だからそういう風に思いがちじゃん。実際だって俺とかも思ってたもん、なんかこう韓国ってやっぱそうあるべきだみたいな。だけどそういうことじゃないんです。なんかこれぐらいこうなんかもう攻めて尖ったものをやってて、最初はほーなるほどねーって思うかもしんないけど、聞いたら聞いたでもう今 2ベリス2ベリス1ポンシュがもう中毒、もうなんかもう干してしゃあないもん。で最後のこのなー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 、もう大好き。もうあのもう俺らにかかってこい感ね。いやサブイボだわ本当に、ゾクゾクゾクってするもん。これが中毒性ですよ完全に。なるほどね。なるほど、わかりました、今すぐ見に行きます。
そうです。うお、かっけかっけえな。もう長くは喋りませんっていう、これが NCT127 です、みたいな。はい、ということで、まあそんな感じですね。なんかちょっと最後ちょっと脱足みたいな感じでダラダラ見ちゃいましたけど、すごい、もっと知りたい、もっと見てみたい NCT127、 NCT127、 すごいもんを僕は見始めてしまったんだなっていう風にすごく思ってます。はい、ということでそんな感じで、ちょっと最後までここまで見てくださった方はいらっしゃるのでしょうか。いてくれたら嬉しいです。ということで、そんな感じでまた次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。